妖魔軍が婿の民を襲っている。その知らせを聞き天衣は激怒した。戦場にはまだ逃げ遅れた民が大勢いる。相手が誰だろうが関係ない。弱き命を救うため悪雷天衣は駆けるのだった。妖魔ども、民を襲うなんざ許せねえ。すぐにぶっ飛ばしてやら。逃げ遅れた奴らは全員わしが救ってやる。襲われています。攻撃しているのがどこの軍かは判じかねますが。そのようだね。見殺しというわけにはいかない。助けに行こうか。あなたも民を救おうとしているようですね。お名前を伺わせてください。わしは天衣ってんだ。目的が一緒なら手を組まねえか。まさか三国時代のあの天衣か。話は後だね。喜んで共闘させてもらうよ。敵の数が気がかりですね。正面突破では兵に犠牲が出かねません。まず敵拠点を制圧し、そこに敵を引きつけます。その間に迂回して民のもとへ向かってください。いや、君を見ていると飽きないね。高掛さんがいたらもう軍師は十分だよね。いざ参る。今回俺の策は出番なしかな。ここが騒がしいな。おいお前ら一緒に来い。敵は誘引できたようです。行きます。今のうちに迂回して民のもとへ。我々を誘い出すためのおとりに、彼らをないがしろにするまで見過ごせません。おめえもなかなかのもんじゃねえか。タミを餌にしたらうまそうな敵がいっぱい来る。いい手を教わったぞ。苦しめてやろう。たまにはバリバリいっちゃうよ。今日は調子が悪い。あばよ。その武勇戦況を有利にしてくれるでしょう。おしゃくな。どいつもこいつも死ぬんだ。
ぶっ潰してくれる。たまにはバリバリいっちゃうよ。倒しても倒しても湧いてきやがる。これじゃキリがねえ。どうすればいい。手薄になっている後方に奇襲をかけるんだ。ただ誰かがここで敵を引きつける必要がある。危険なおとり役だが、果たして。わしに任せとけ。大軍相手に暴れるのは得意なんでな。どっからでもかかってきやがれ。この悪雷天や、神には指一本触れさせねえ。さすがは後世に名の伝わる豪傑だ。この場面、彼以上の敵忍者はいないだろうね。ええ、凄まじい迫力です。私たちも急ぎ、敵の後方へ向かいましょう。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。さあ、キロ。負けん。何やった時、覚悟しろよ。調子好きよって。なんと無様な。おめえもなかなかのもんじゃねえか。たまにはバリバリいっちゃうよ。さあ、相手になるぞ。ちょっと手を貸してくれないかな。いいよ。もっと楽しませよ。ふん、そしたり覚えておけよ。おいおい、どうしてその程度か。全員まとめてかかってきやれ。キロ。一人相手に何が手こずつよ。とっとと潰せ。歴史家の卵としては彼の活躍を見ておきたいが、そういうわけにもいかない。先を急がないとね。かかってこい。覚えておけよ。さあ、相手になるぞ。行ってあげる。こんなところで負けちまうとは。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。この先だ。奇襲におあつらえ向きな地形になってる。坂落とし、さしずめ一の谷の戦いってところかな。まさか異界でやるとは夢にも思わなかったけど。後ろから敵が。そんなバカな。バリバリ行っちゃうよ。敵は混乱しているね。これに乗じ急ぎ敵陣を奪うんだ。調子好きよって。敵陣を抑え後方は崩した。さあ、ティンドロと合流するとしようか。後方から崩れた敵は撤退せざるを得ないでしょう。民の安全はひとまず確保されました。ですが、元凶を逃して民の安寧はありません。さあ、キロ。いや、君を見ていると飽きないね。骨ごと噛み砕いてくれよ。
敵将見つけたぞ。大将、おめえもなかなかのもんじゃねえか。さあ、君が天下無双とは驚いたな。素晴らしい。後ろから敵だ。逃げろ。天意殿、奇襲は成功、戦況は逆転だ。君がこの難しい大役を務めてくれたおかげだよ。うまくいってよかったぜ。ちょっとだし危ないとこだったかな。大変です。後方から我が軍は総崩れ。なんでも奴らが崖から降ってきたとかで。とっととずらかるぞ。このままでは食らうどころか食らわれかねんわ。もっと楽しませて。高影の予想通り敵は撤退を始めたようだね。だが逃がすわけにはいかない。よっしゃ、敵の総大将をぶちのめしてやるぜ。よっと、もう少しで戦場を抜けられる。やはり急いで逃げ出して正解だったと思いました。残念ですが退路は塞がせていただきました。おのれ、どきやがれ。いや、君を見ていると飽きないね。よっちゃ、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 これが弱肉強食。うわ、皆が持ち味を生かして任を全うし一致団結して戦えた。これが勝因だったね。民が助かって本当によかった。協力に感謝します、天意殿。いや、おめえらなしじゃどうなってたか。礼を言うのはこっちの方だぜ。いや、それにしても天意殿の武勇はすごかった。さっきの活躍まだ目に焼き付いているよ。そっちの策も大したもんだったぜ。おめえらみたいな頭のいいやつがいるからこそわしらは体張って動けるんだ。お褒めに預かり光栄です。ところで天意殿、今更なのですがここはどこなのでしょうか。
いろんな世界がつながった場所らしいぜ。わしもよくわかんねえが、危険な連中がうじゃうじゃ嫌がるのは間違いねえ。もし行くとこがなけりゃ一緒に来ねえか。おめえらは頼りになるしよ。それは願ってもない申し出だね。様々な英傑の活躍も見られそうだ。歴史家の卵としてぜひとも同行したい。私も参ります。どこの世界であろうと戦乱に苦しむ民を放ってはおけませんから。話が早くて助かるぜ。これからよろしくな。歴史を見に行こう。一生は夢の間なれば。うまっ綺麗にいけたね。では問題です。どうぞ。この木は何？この木は芝です。お昼の前に話すことはありますか？馬の刻の前に言うことですか？許すですね。さすがですね、諸葛亮殿。お褒めいただくほどのことでは。ですが、何故このような問答を？昔、書物で見たことがあったのです。諸葛亮殿が天下の地望と三寸不乱の下で次々と敵を解き伏せていく姿を。今、その一端を垣間見ることができました。こんなに嬉しいことはありません。希望は良いですが、下ですか。後世に私がどう伝わっているか気になりますが、あなたが喜んでいるなら良しとしましょう。元気殿、嬉しそうですね。何かあったのですか？あなたに見抜かれてしまうなんて、自分では浮き足立っていないつもりだったけど。すみません、余計な詮索でしたね。いいえ、あなたにも関係ありそうな話よ。実は充実した書庫を見つけたの。高影殿は書を読むのが好きと聞いている。だから。ええ、はい。書庫があるなんて願ってもない幸せです。よろしければご一緒させてください。もちろん、世界が違っても文字を追っていないと落ち着かない人がいる。私だけじゃなくて嬉しいもの。では、案内するからついてきて。はい、ありがとうございます。ああ、治癒兼備の五の将、両毛殿に会えるなんて嬉しいよ。治癒兼備とは、また仰々しいな。悪い気はしないが、気遅れもするぞ。俺は、それほどの功も挙げていないのだからな。そんなことはないさ。君はまさに、時代を大きく動かすほどの。危ない。これは言っちゃいけないことだったね。なんだ、もったいつけずに話してみろ。いやいや、そうはいかないよ。もし先のことを知った君が行動を変えれば、歴史が変わってしまうからね。君の国の歴史が変われば、日の本の歴史も変わる。その時天下は
毛利の家はどうなるのか。ともすれば私は世に生を受けないかもしれない。川の堰を切れば下流の地形が変わるように、俺が先のことを知れば歴史の流れが変わるのだな。そうなんだ。だから私は君のことはこれ以上語れない。本当はもっといろんなことを話したいんだけどね。ならば君子危うきに近寄らずと行こう。孫子や三略といった古い兵法書の話はどうだ。恩子知信、これならば語ったところで歴史は変わるまい。なるほど、それであればぜひともよろしく頼むよ、リョモウ殿。この天下無双の剣で太平を切り開く。三王旗は勝つってね。
本能寺は人間の知略によって守られた。神の降臨を招く腕はこれを使うことをためらっていた連合軍は一つの決意を固める。腕輪を使ってゼウスを降臨させ真意を問う。織田信長の時と同様、相手の考えを知らねばこの世界でどうすべきかも定められぬと考えたのである。そんな中、民に崇められている人物がいるとの報告が入った。もしや腕輪の力を使った人間では。連合軍は一縷の望みをかけその人間との接触を図る。ほう、お前たちも噂を確かめに来たのか。またちか、先を越されたのじゃ。何か知っておるのか、教えよ。娘は卑弥呼というらしい。腕輪を持っているかは知らんが、不可思議な力を操っているのは確かだ。分かっているのはそれぐらいか。うん、ではこれからみんなで卑弥呼とやらについて聞いて回るのじゃ。卑弥呼とやらを探すのじゃ。きっとその者が腕輪を持っておる。皆に崇められているなら知る者も多いはず。付近の者に話を聞いてみましょう。卑弥呼、何やら幼い少女の面影が。ですが思い出せません。よっ、そこの者教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。何、さては貴様だ。卑弥呼様には指一本触れさせんぞ。たまにはバリバリいっちゃうよ。やめよ、ファラオは卑弥呼とやらに会いたいだけなのじゃ。居場所を通っただけで襲われるとはどういうことだ。ほむ、一度虫の居所が悪かったのじゃな。気を取り直して次に行くのじゃ。卑弥呼について聞いて回れなどって、あの小娘め、私に指図しおって。尋ねようにもこの辺りには人がいません。父上、向こうの砦の方へ行ってみましょう。そちは卑弥呼とやらの居場所を知っておろう。わらわに教えよ。証拠りもなく戻ってきた。今日こそ滅す。たまにはコロナは居場所を知りたいだけなのじゃ。なのになぜみんな怒るのじゃ。やつらの警戒ぶり、俺たちがここへ来る前いざ参る。何かあったか。なぜ誰も教えてくれぬ。意地悪なのじゃ。あと一人だけ試してみるのじゃ。おお、頼もしきご活躍。私も見習わなくては。そこの親切そうな男、教えよ。卑弥呼とやらはどこにおるのじゃ。貴様ら、また卑弥呼様をさらいに来たな。この先には絶対に行かせん。だから誤解なのじゃ。わらわは卑弥呼に会いたいだけなのじゃ。誰も教えてくれぬ。何なのじゃ。先ほどの力をこの先には行かせない。もしやこの奥に卑弥呼なる者がいるのだ。ハム、そうじゃ、そうに違いない。あの砦に卑弥呼はおるのじゃ。父上、お見事にござりまする。行きます。この辺
辺りにも人はおらんな。門も開かぬとは無駄足だったか。魔剣ズバリ変身。敵将ところで負けちまうとは。寝てちゃダメ。よし、ほっ、じゃあ、せい、せい。たまにはバリバリいっちゃうよ。メス、加減はせぬぞ。いざ参る。ヒミコとやら、そちと話がしたいのじゃ。ここを開けてくれぬか。入り。どうせまたうちをいじめんのやろ。腕輪やなんや言うてやりたい放題しくさって。腕輪、もしやアレスたちがすでに接触。あんたら頼むで。あいつらいてもうたって。任せろ。誰一人通せん。戦うために来たまではありませんが、やむを得ませんね。負けん、つばめ返し。ヒミコ様が危ない言うから来てみたけど、みんなに耐えられて楽しそうやわ。いやあ、んなところにええ男が。一緒に人差し回してもらおう。おくりさん、それないぜ。俺がそばにいるってのに。行きます。それねえな。よし、お打ち取って。芝居殿たちが狙われておる。このままだと面倒なことになりそうなのじゃ。それはいけない。芝居殿、芝さん、今助けに参ります。いざ参る。今日は調子が悪い。うっそ、やられてもうた。赤はどないしよう。寝てちゃダメ。あなたに危害を加えるつもりはありません。どうかそこから出て話を聞いてくれませんか。ちょっと、先客がいるなんて聞いてないんですけど。あなたたちも腕輪のありかを嗅ぎつけてきたわけ。ふん、脳はなくとも鼻は聞くらしい。どっちにしろ邪魔なやつは排除するだけだ。あの人、えらいべっぴんさんや。もしかしてうちを助けに来てくれたん。負けん、危ないから中でおとなしく待ってるの。あなたはそそっかしいんだから。いいわね。寝てちゃダメ。うちの名前まで分かっとる。すごい。きっと救いの神様や。うち言うこと聞く。うっ、いや、このままではダッキーにさらわれてしまうのじゃ。ミミコを助けるのじゃ。どこへ行くのです。待ちなさい。鬱陶しいな。もう救いの神様の窮地や。黙って見てられへん。援護します。もう卑弥呼ったら、記憶がなくてもこうなっちゃうのね。あまりにええ男はばかりいたわるなら、うちもお味方に加えとくれやす。おお、頼もしきご活躍、私も見習わなくては。いざ参る。お前こそが真の三国武将よ。ユキちゃん、ロドちゃん、あの人はうちの神様や。ちゃんとお礼するんやで。ブブイ、あの方はその何でもないです。あのような目に遭おうとこの世界は計り知れぬ。ですが、英雄と呼ぶべき人物は実に多い。これほど勉強になる世界は他にありません。異世界とはいえ、こうして当該殿と共に戦えること、心強く思います。自分も同感だ。共に力を合わせ、任務を全うしよう。ところであんたたち、なんで卑弥呼を守ってるの。
っとそれがその神の軍とかいうやつらにやられかけたところを救われて、それで手下になったってわけ。はあ、呆れた。そっちが卑弥呼か。その年で皆に崇められているとはすごいのじゃ。せやで、こう見えてうち人気者やって。その手をお貸しください。おだてて油断させる作戦やな。出過ぎたまね、お許しを。たまには卑弥呼の役に立たないしな。うちとこれも戦うぞ。卑弥呼、雨が下し、我らが力となる。一戦よくやった、褒めてやろう。今度会ったら絶対許さへん。雨が下し、行こう、ダキちゃん。あれ、なんでうちも名前知ってるんやろ。行きましょう、卑弥呼。この調子ならオロチ様にもすぐ会えそう。皆さん強って本素敵どした。卑弥呼様もいなくなってしもたし、これからはこちらでお世話になります。お国さんがそう言うなら、天下の大泥棒この石川五右衛門様もついていくぜ。それにしてもいい男半揃いでうちうれしおす。皆さん気張っていきましょういな。ああ、よろしく頼む。ところで、あの卑弥呼とかいう娘は蛇の腕輪を持っていなかったか。いや、心当たりはありまへんけど。けどそういや、この近くで蛇の宝が祀られてるって聞いたことがあるぜ。蛇、怪しいな。行ってみる価値はあるかもしれん。え、敵に先を越される前に急ぎましょう。はんなり行きましょう。待ちに待った出番でい。三王旗は勝つってね。新しい腕輪が見つかりそうでよかったです。手に入れて戦えば神様にも対抗できるし、ゼウスさんの降臨にもつながりますよね。でもこのままいけばきっとまた兄上たちや長雲殿とも戦わないといけないんですよね。銀平殿、ならばその方たちを味方に引き入れてはいかがでしょう。彼らは主君である龍禅殿のためやむなく従っているはず。私たちで解放できれば。腕輪も手に入るか。しかしそううまくいくだろうか。新たな腕輪も急ぎ確保せねばならぬ。どちらを優先すべきか。どちらもがいいじゃろうね。わし欲張りだからいいこと思いついちゃったよ。こちらが新たな腕輪を手に入れ、大掛かりな戦の準備を始めたと技法を流すのはどうかね。そうすればアレスたちの目はそちらに向く。なるほど。本隊が彼らを食い止めている間に別の隊が本物の腕輪を確保するのですね。うん、その隙をついてもう一体が手薄な敵地へ忍び込めば龍禅も救えるか。さすがは宿敵。
龍禅さんの居場所調べは忍びにお任せよう。ならば私が敵本隊を引きつけましょう。銀平殿、もし辛ければあなたは下がっていてください。うん、何も兄と戦う必要はあるまい。こたびは父に任せておくがよい。雪村殿、父上ありがとうございます。そういえば一つ気になることがある。先の戦であのダッキという女、魔王オロチの名を口にしていなかったか？ええ、間違いありません。もうすぐオロチに会えると。なんだと？どういう意味だ？そもそもダッキはここで何をしている？オリンポスの神と手を組んだのではあるまいな？ダッキはオロチのかつての参謀。あの魔王を蘇らせるためなら何でもするだろう。私たちもいろいろ調べる必要がありそうだな。おう、てめえら聞いたか？俺たちと戦ってる奴らが凶悪な兵器を作ろうとしているらしいぜ。凶悪な兵器だと？それは放っとくわけにはいかねえな。本当？五右衛門さん、そんなの初耳だけどな。当たり前だろ、俺様だけが仕入れた情報で大泥棒の諜報力をなめんじゃねえ。てなわけでその設計図を今から盗みに行かねえか？敵の企み、あ、食い止めてやろうぜ。敵が凶悪な兵器を開発している。石川五右衛門が持ち込んできたその情報は味方にとって寝耳に水であった。放ってはおけないと意気込む遠飛と張飛と半信半疑の今孔明、竹中半兵衛を連れ、五右衛門は設計図の強奪を目論むのだった。おう、てめえら用意はいいか？ちょっと待て、よく考えてみたが盗みなんざ性に合わねえ。兵器自体をぶっ壊すんじゃダメなのかよ？ダメに決まってるだろ。その理由はだな、あのめちゃくちゃ頑丈な兵器だからだ。なんだかよくわからない話だね。ああ、眠くなってきちゃった。昼寝してから行くのじゃダメ？もうさっさと行くぞ。俺様としたことが人選を間違えたかもしれねえ。この城に設計図があるって話だ。凶悪な兵器作らせてたまんねえか。凶悪な兵器ね。まあいいや、進もっか。あ、誰が門を守ってやがるぜ。騒がれると面倒だ、さっさとのししまえ。負けん、つばめ返し。敵将を切ってあげたよ。ふっ、さっとらしく素早く決めてね。ふっ、行きます。うん、貴様らここで何をしている？行きます。ああ、お疲れ様です。ご案内の使者として参りました。なら良いが、
このような子供を使者としてよこすとは。とっさにあんな風にごまかすなんて。アンデてめえ大泥棒の素質があるぜ。大泥棒やっぱりあいつらどうせ大丈夫、サービーになる前にやるから。行きます。いきなり何、ちょっと雰囲気怖いんだけど。この剣をこんだけ早く倒しやバレねえだろ。しかし安定なやつ何が気に入ってなかったんだろう。行きます。騒がしいと思ったらリセットか。者ども、出会え。場外の味方にも知らせよ。寝てちゃダメ。たまにはバリバリいっちゃうよ。バレてーら、仲間をバレるとやべえぞ。ここは俺に任せとけ。とったり、おめえら伝令兵をぶっ倒してこい。なんとか仲間を呼ばれずに済んだね。よし、戻って長飛と合流するぜ。行きます。なんとか大騒ぎになる前に倒せたね。行きます。他の兵には気づかれてないみてえだぜ。寝てちゃダメ。お、やるな。ま、俺様が認めたやつなら当然か。さあ、起動。魔剣ツバメ返し。いざ参る。行きます、行きます。行きます。盗賊が侵入したと聞いて待っていた。さあ、おとなしく。行きます。え、張飛殿。兄者の息子じゃねえか。面倒なとこにあっちまったぜ。行きます。行きます。ここで死ぬつもりはない。行きます。撤退する。行きます。まだ兄者の息子でよかったぜ。我が子に会ったらたまったもんじゃねえ。たまにはバリバリいっちゃうよ。やるみてえだな。城がこういう作りなんだから、俺様の読みでは木のあたりにあるはずだ。お前ら何してる。そうか、噂の盗賊だ。完全に五右衛門と一緒にされてんじゃねえか。こんなバカらしい任務さっさと終わらせてやる。いざ参る。行きます。な、行きます。この盗賊だ、強引すぎるぞ。行きます。やっぱこっちの方が話が早いな。行きます。ね、設計図ってのあったのかよ。行きます。見ろよ見ろよ、お宝の山だぜ。行きます。お宝、ね、行きます。やっぱり設計図じゃないんだ。行きます。やべえ、いやこれはその行きます。俺たち騙しやがったな。ふざけんな、ぶっ飛ばしてやる。行きます。つい口が滑っちまって。俺様、一生の部下あった。黙れこの野郎、おめえのせいで俺は盗賊扱いされたんだぞ。そうだ、やっちゃえやっちゃえ。昼寝してればよかったかな。俺様が悪くて謝るから許してくれ。行きます。まあ結果的に敵の物資を奪えたし、行きます。今日はこの辺にしといてあげようよ、長飛さん。盗賊がいたぞ、絶対に逃がすんじゃねえ。あんざいはちょっと騒ぎすぎたみたい。やべえ、急いでつらかるぞ。神妙にしろ。あなたは
悪いな。どいてもらうぜ。打ち取ったり。行きます。ゴエモンさん、長藩の英雄を手底にしちゃったね。後でどうなっても知らないよ。張飛ってちょっと強いおっさんじゃないの？行きません。あとたっぷり思い知らせてやるからな。さあ、観念せい。なぜ？行きます。あなたが盗賊に。おめえもいるのかよ。行きます。見なかったことにはしてて。行きます。行きます。行きます。どうしてこう顔見知りばっか出てきやがる。なんか俺だけ損してねえか。ああ、そりゃついてねえな。日頃の行いが悪いんじゃねえか。ゴエモンさん、木に油注ぎまくってる。ある意味すごい度胸。行きます。知ったやるみてえだな。さっきから敵は知ってる連中ばかり。嫌な予感しかしねえぜ。行きます。行きます。盗賊なんて許せない。行きます。覚悟して。まさか父を。聖祭。行きます。父を。行きます。ついに逆大発作の盗みまで。行きます。違うんだよ聖祭。俺はこいつに騙されて。言い訳ない。情けない。父を見損なった。やったな。もうすぐ出口だ。張り切っていこうぜ。張飛。行きます。おめえに分かれば俺のこの悲しみがよ。行きます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 。盗賊め、ここはこの長方が通さねえぜ。行きます。親父。やっぱりおめえも来ちまったか。ああ、もうやけくそだ。その手をお貸しください。かかってこい長方。出過ぎたまね。お許しは。撃ち取ったり。親父の悪行を止められないなんて。否定したいところだができねえ。お宝持って脱出成功ってなわけで、一点落着。それはどうかな、ゴエモンさん。誰かが本当に凶悪な兵器になっちゃうかもよ。お宝を手に入れて、あ、無事脱出。やったぜ。もう言うことなしで。だけど残念なことに、凶悪な兵器は完成しちゃったね。敵じゃなくて味方の方だけど。は？何言ってやが。ゴエモン、てめえふざけやがって。張飛。あ、いや張飛さん、何のことでしょう。とぼけんじゃねえ。おめえのせいで俺は知り合いに賊だと思われた。それどころか制裁にまで。天地がひっくり返っても許され。覚悟しやがれゴエモン。待て張飛、話せばわかる。ギャー。うわ、すごい破壊力。
これ戦のたびに張飛さん怒らせたら必勝じゃ。あ、それじゃあ五右衛門さん並みが持たないか。皆さんとの修行、いい刺激になりました。この天下無双の剣で太平を切り開く。俺の天下無双の反骨魂、響け世界に。俺たちの勢いと影すら失いし声が聞こえる。俺の魂に誠実に囁きかける。